どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、全国旅行支援の年明けのですね詳細が発表されましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、前回ですね大筋の発表があった時にね、こちらの動画ね出させていただいたわけなんですけども、今回ですね2023年の年明け以降のですね全国旅行支援のね詳細が発表されましたので、今回の動画ではですねこちらの解説と前回のね復習も含めてね解説やっていきたいななんていうふうに思いますので、2023年以降ですねマリオットの仕様であったりヒルトンの仕様、またねお得に旅行ね楽しみたい方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ではね詳細に行きたいと思うんですけども、12月の13日にですね観光庁のホームページが更新されまして、年明けのね全国旅行支援の開始日は2023年の1月10日火曜日からね開始になるっていった形になります。ちょうどね1月9日が成人の日で、祝日っていう風になっておりますんで、連休のね明け日から開始になるっていった形になります。またね対象期間なんですけども、1月の10日からね開始になるわけなんですけども、終了日はですね特に設定されておりません。予算がね終了になったらですね順次終了っていう風になっておりますので、特にここまでみたいな期間がなくてですね、予算がねなくなり次第ね順次終了っていう感じになっていくので、まあおそらく人気のある年からね終了していくっていう感じになるんですかね。ちょっとこればっかりはわからないわけなんですけども、一応ね期間は決まってないっていった形になるんですよね。で、割引率なんですけども、こちらね前回の動画でも使わせていただいたんですけども、現在は割引率は 40% っていう風になっておりまして、上限がですね交通付き商品であれば8000円、ホテルのみだったり日帰りの場合はね現在5000円っていう風になってるんですよね。またねクーポンは平日であれば3000円、休日は1000円がね今現在はもらえるわけなんですけども、年明け以降はですね割引率が 20% っていう風になりまして、交通付き商品の場合は上限が5000円、ホテルのみだったり日帰りの場合は3000円っていった形になります。クーポンはですね変更後平日だけですね、今までは3000円だったんですけども、年明け以降はですね2000円に減って、休日はね1000円のまま変わらないっていった形になるんですよね。まあこういった形にねなっているわけなんですけども、ちょっとね公式サイトではないね報道機関の情報なんですけども、残念ながらですね既存予約の割引はね対象外っていう報道が出ているんですよね。これはね一応公式サイトに書いてないので、まあこれがね事実であればですね事前に予約しておいて利用するみたいなねことはできないって言った形になりますんで、一応ね報道機関からですねこういった情報が出ておりました。またですね全国旅行支援が始まった時にですね、この事前予約分っていうのを対象にしたんですよね。それによってですね予算が早いうちにね終わってしまったっていうね経緯があるので、まあそれでね一応こうなったっていう情報なんですよね。一応ね公式サイトのね情報ではないんですけども、経緯までね記載があると、まあこうなるんじゃないかななんていうふうに思いますので、一応ね既存予約分に関しては対象外っていうふうになりますんで、まあ私たちがね今できるっていうのはですね、まあ公式サイトのね情報を追うぐらいしかねできないっていうふうになりますんで、まあ一応ねこの点もね覚えておいていただければなと思います。またね報道機関の情報ばっかりになるんですけども、かなりね予算を準備しているそうで、来年のね春先ぐらいまでですねこの全国旅行支援ね続けれるぐらいのね予算があるのではないかみたいな感じでね、記載もありますので、かなりね長期間で、利用することができるみたいですね。まあこればっかりはね蓋を開けてみないとねまあわからないので、速攻終わるかもしれないですけども、一応ねこういった感じでね記載されております。またね公式サイトの情報に戻りますけども、今回ですね全国旅行支援延長分がね、発表になりましたということで、再開後のですね対象旅行商品についてはですね準備ができ次第ね、販売開始になるっていう風にね、なりますので、これからまたねいろんな旅行サイトであったりホテル公式からね発表が出ると思いますので、まあそのタイミングではですねおそらく早押しになるかななんていう風に思いますので、またね最新情報に関してはですね一応ね動画のコミュニティ欄でね発信はねしていきたいななんていうふうに思いますので、気になる方はですねぜひね動画のコミュニティ欄もですねチェックしていただければなと思います。
それでは次にですね、ここからね、前回のおさらいになりますので、まあいらないよっていう方はね、ここで動画閉じていただければなと思うんですけども、今回ですね、割引率がね、前回が 40% で、年明け以降はね 20% っていう風になりますので、図でね解説していきたいなと思うんですけども、交通付き商品の場合はですね、こういった形になりまして、上限が5000円っていう風になりますので、対象支払い金額は2万5000円っていった形になります。2万5000円のね商品であれば、あの上限いっぱいでね利用できて一番お得っていった形になりますね。でこういった感じでですね、2万5000円の商品であれば、割引が5000円ですね入って、支払い額が2万円っていった形になります。で2万円はね支払うんですけども、平日であればプラスクーポンが2000円もらえて、休日だったらね1000円がもらえるっていった形になります。で次にね、ホテルの宿泊のみだったり日帰りの場合ですね、上限は3000円っていう風になりますんで、まあ、今回のね割引のうちの上限は 20% っていう風になりますんで、1万5000円のホテルをね利用していただくとですね、この 20% 上限でね利用することができて、現金割引が3000円っていう風になりますんで、支払い額はね1万2000円で済みます。で、プラスクーポンがもらえますんで、平日だったらね2000円、休日だったら1000円がねもらえるっていった形になります。こちらの計算はですね、あくまでね1人の計算でやっておりますので、まあ2人でね利用されたい場合は、まあ3万円のホテルまで利用していただければですね、上限っていう風になりますんで、割引額だったり支払額だったりね、クーポンも全部倍にしていただければですね、上限っていった形になります。まあこういった形になりますかね。今回ね、全国旅行支援ね、年明け分がですね発表になりましたので、解説させていただいたわけなんですけども、既存予約がね対象外っていうね報道が出ておりますので、まあ今のところですね、できることっていうのはですね、狙ってるホテルのね公式サイトの情報を待つしかないっていう感じですかね。一応万が一に備えて、あの事前にね予約しておくっていうのもね手かもしれないんですけども、報道機関でねこうやって出ていて、またねあの経緯までね出ておりますんで、おそらくねあの既存予約はね対象外になってくるんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、まあ一応ね予約を入れておきたいっていう方はですね、キャンセルポリシーだけはね確実にチェックしていただいて、まあキャンセルしてもね、あのお金がかからないのはねチェックしていただいて利用ねしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。